お疲れ様です、マッピーです。またダイマスから落ちちゃったということで、まあ、頑張っていきたいと思います。もう全然勝てない全然勝てないんですけど、まあ、上手い人なら勝てるんじゃね理論で俺は続けていこうかなと思いまして、今日 HP0.95 なんでね、これ神の HP 下がってるってことは、まあ、代償いないんだったら即利使っちゃうかみたいな。で今日マデッキなんか多そうな感じするし即利行こうかなと思ってやってるんですけど、なんか勝てないんだよな。やっぱ HP 下がってるから勝てないんかな、まあ、そういう安直な理由だったらいいんですけど、まあ、ティルトとか抜いた方がいいんかな。 HP 下がってるしコウモの代償ちょっと痛かったところもあったんで、まあ、抜いてもいいかもしれないけど、まあ、とりあえずやっていきますわ。今日最低あるんですよ。最低あるんで、なんかデッキあれこれ悩んでよりは、もうパッてね、動画撮って、ちょっと今日はね、申し訳ないけど、短めの動画で行かせてもらいます。まあ、短めになるかどうかは俺のさじ加減なんですけど、まあ、20分ぐらいで。もう今から20分潜るわ。負けても潜るわ。もう俺負けても潜り続けるからさ。どうも、あれなんですよ。時間ない、マジで。マジで時間がね。でも、負けたくないよ。俺絶対勝つから。こっからダイマス上がっていくわ、とりあえず。もう本当に、前回の動画でダイマスに戻っ、なんだっけ、ダイマスに落ちて、で、戻したんだけど、結局、動画外でやっても落ちるっていうね。あーって感じ、本当に、あーって感じ。マジで最近勝てねえんだよ、本当にね、なんだろうな。まあ、アポロン、アレスもね、実際あれなんですよ。僕、下手くそだし、なんか、なんだろう、向いてないんだよな、向いてない。向いてるデッキがなかなか来ないですね。自分に向いてるデッキって言えば何かって言われると分かんないよ。分かんない。多分ラニとか。ラニとか火炎とかかな。あと、転結とかかもしれないけど。まあ言うて微妙だと思うんでね。ラニ、火炎、転結、今日。知らんけど。あ、ラニはいけるか。ラニはいけそうだけど。ラニなんか結構動画にしてきてるから、あんまりしない方がいいかなと思って。さあ、これは、エルドラ守護者、どっちかあるけど。でもこれ、エルツトラヘンもなんかしっくり来ねえわ。これなんでエルツ入れてんだろう。これエルツ抜こうわ。エルツ抜いて、京子とか、マコトちゃん入れた方がいいかもしんないな。なんかそんな気がするわ。これエルツ絶対微妙だわ。しかもだって今日アークワン入れてるし。アークワン入れてるんだったらエルツ抜いて良さそうだな。これ本当にどうなんだろう。エルツね、HP 低いんですよね。で、コンボ2倍出せたら強いけど、そんな盤面そっくりあんまないんでね。だったら極光でいいかもな。まあ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 、しゃあない。よいしょ。まあエルツ打っちゃって。頑張るか。今日採点あるからな。こんな、採点の日で、まだこの2月入って1週間ちょっと経つのにダイマスにね帰ってないってなると相方に笑われるんでね、とか言いながら昨日あれなんですよ、その相方のサイ君とね、あの通話でデッキあれなんですよ、デッキ作ったんですけど、まあデッキは作ったんですがうまくいくかどうかは知らん。これどうすんの、これどうすればいいの、これどうすればいいの、これこの盤面もどうすればいいか全然わかんねえわ。まあとりあえずマロに囲っといていいでしょ。これ囲っていいの、これ囲っていいの、知らないよ。でも相手にショート X マロニーとかされたらこんなことになっちゃうよでしょ。つなげられないでしょ、これ E6 には。これでいいよね。これでいいと思うんだが。あ、はいはいはい。さあ、こうなるよね。こうなってんで、リョも発動しないっていう。まあ、しょうがないでもこれ。はい。いや、しんどいなぁ。どうする？これもどうすりゃいいか全然わかんねえわ。これどうしたらいいん、これ。これどうすればいいんだ。マジでわかんねえ。これどうすんの？ E6 打てねえでしょ。E6 打てないよな。知らんけど。よいしょ。ほい。まあ一応右ウェックス来たら両も打てるし、相手もエルツ復活するから F4 打つしかないと思うんですけど。でもそれあれなんだよな、テンポ組まれてる。俺だって盤面にバフが受けてないし、相手のペースでしょ、これ完全に。まあそらそうなるわな。そらそうなるわ。けど、一応チューポーンとか入ってるからな。チューポーン頑張れ。はい。あー、チューポーンいかない。マジかよ。ここ、何のバフもない。何のバフもない。はい。ついついつい。ピコシコとテンシャン。まあ行くしかないですね。行くしかない。何のバフもない。まあ、頑張りたいよ、頑張りたいけど、いや、こういう時はあれだよな、あのルルディオあったらめちゃめちゃ頼れるんだけど、ルルディオにしたらね、さっき、ルルディオにしたらしたらさっき全然勝てなかったんで、もう正解が分かんないんですけど、じゃあ、多分はい。いやー、これどうすればいいんだ、これどうすれば勝てるん、これ、これどうやっても無理じゃない、これどうやっても無理な気がするんだが、F2 リョンを打って、トップオーラ引いて、エルケスで飛ばすとか、ワンチャン無理。いや、ワンチャンそれにかけるか。だってこれ C に打っても次、無理。あ、でも、ルルディを引いたらワンチャンのか。あ、まあいいや。行くわ、じゃあ、それで。それで行くわ。ルルディを引いてワンチャンか。そう、F にリョも打って、D に耐えてみたいな考えたけど、それはそれでなんかエルケス打てる HP もなくなりそうだし、これでいっか。あ、ライズ2、じゃこれもうトゥポン引くしかない。トゥポン引いてワンチャン耐えるしかない。頼む。いや、でも耐えれなそう。耐えれなそう、リューズ。あ、終わった。終わったー。これは終わった。辛くね？どうやったら速攻入れて勝てるん、これ。マジで辛いわ、使ってて。まあ、これで一応4枚返しにしといて、次のターン頑張るか。まあ、これ、どうだろう。
いや無理だな、普通に何聞かれても無理な気がするわ。あ、まあそうだよな、じいじ。まあそんなわけで速攻量難しいですね。でも実際今日なんか速攻量多いんですよ。だから速攻量多いってことは、まあ、速攻量が多分今日の補正は正解だと思うんですけど、マジで勝てねー、難しいわこのデッキ。いやどうだったんだろうこれ、 E6 ってよかったんかな。でもリョンも結局発動しないし、オーラも引いてないんで B6 でよかったっぽいけど、かといってバフ何も置けてない曲負けるっていう延命した後、あれもテュポン引く可能性考えたらあれでよかったけど、しんどいな、まあ、しんどいけどね、これしんどいことを糧に逆境をねこう乗り越えていきたいですね。まあ、今日採点あるんでね、採点、いやでも採点までにマスター戻っときたいな。マスター戻れるかな、あんまり時間ないよ。はいはいはい、ブリューフェリクル、あ、ユーフェじゃない、マフリクルと、まあ、マスター戻るぐらいなら頑張れば行きたいよ、頑張れば行きたいさあマフリクルけど、オッケー、これはエルツの出番じゃない、これエルツの、いやとか見せかけてあれの可能性もあるんでね、なんかブラフの可能性もあるけど、でも俺はエルツ行くよ、この手駒だったら。はい、あー通らない、これ通ってくれよ、これフルーファーか、フルーファーかなんかしらだと思われる、まあグラキエスはさせないと思うんでこれ OK、 イーサム出してもらいたい。でそこで囲ってくるあたりわかんねえけど、まあ踏みかな、踏みなんかな、二階堂踏みだったらめちゃめちゃやだよこれ。まあ一回これでちょっと削っといて、よいしょ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 、 OK、 ここにティルト出せたのはまあまあ悪くないよ。でこれでライズの火力も試つつロック体制も整えられる、いいよ。いやー夏バラ強い、夏バラ強いよ、夏バラ強いです。さあここリョーマとか引いてもいいよ。はい、アーク1、アーク1引くか、まあ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 、これでいいんかな。いや待って、これどうなん、ちょっと待って、ミスった。さてはアークは D6 でよかった、これ F5 にフェリア撃たれて吸収されて次飛ばせない気がする。あー OK、 ラッキーそっちでよかった、ラッキー。この考えず絶対ミスったな多分今、あとかと言いながらこれジェン引くっていうね、ジェン引くんだったらもうジェン引くわ、よいしょ。でこれ踏み、あ、まあ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 、よかったよかったよかった。まあ、アークワンで D6 でもよかったんかな。でもそれも、あんましっくり来なかったんだよな。あんましっくり来なかった。で、OK、これデバフとかされなかったら、アークワン圏内だと思われますが、まあ、ロック来ると。OK。まあ、これエルケするでしょう。でも言うて相手の HP、大丈夫。このぐらいだったらね、俺が代償食らっても多分次のターン耐えれると思うんで、耐えれるよな。耐えれると思いたいよ。オッケー、これも繋ぎましょう。繋いだって、よいしょ。まあ、4枚返しですけど、まあ、多分耐えれると思うんで、オッケー。もう繋いでね。繋いで、次で飛ばしたいと思います。さあ、そう、今日アタック 0.95 っていうのもあるんでね。さすがに耐えれると思うんで。さあ、来い。シェード来い、シェード。シェード耐えるよな。俺耐えれると思ってるよ。吸収でしょ？あー、そっちのサタン珍しない？そっちのサタン珍しない？びっくりしたわ。オッケー、待って。あ、S 全部引いた。おお、ここに来て S 全部引くのは熱い。オッケー、決めたわ。俺ちょっと今日この速攻流でダイマス戻るまで、この動画止めね。いやでもね、これで速攻流でダイマス戻れなかったら、この動画どうなるんだろう。まあ速攻流なんでね。時間的にはあれだけど。いやでも時間ねえんだよな。ちょっと急ぐわ。巻きでいくわ。頑張れ頑張れ。いや絶対いける絶対いける絶対いける。信じる。自分を信じる。自分を信じる。信じる心力に変えていけ。あ、暗黒使った方がいいかな。暗黒使った方がいいのか。いやでもこんだけ速攻流とかも調量ばっこしてる中で暗黒使う理由にはない。やめとくわ。やっぱやめとく。さあ行くぞ。頼む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 。いやオーラ引いてなくね。オーラ引きたい。俺ランタイとずっとも契約したんだけど、相当前にランドタイランドとずっとも契約っていうのしたと思うんですけど。OK、来たね。さあ速流ミラー頼むぞ。はい、ランタイとずっとも契約、覚えてんだろ。あ、覚えてねえ、あいつは。あいつの記憶どっか、彼方に行ったみたいですね。オッケー。でも、でもみんなエルツ入れてるから、俺もエルツ入れて正解なのかもしれない。みんながエルツ入れてるから、この同調圧力で、乗っかってもいいかもしれないな。まあ、クロちゃん行くわ。うぐ、うん、クロちゃん行っとくでしょ。まあ、初手クロちゃんみたいなとこあるよな。クロちゃんです。わわわわ。あ、お前、ね、やばい。乱体行かれた。乱体か妹なのどっちかしら行かれた。そしてマロニーで囲われる。これ乱体が。やばい。このマロニーどうすればいい？まあ、リョモでビビらせるか、リョモでちょっとビビらせて取らせるしかなくねって思っちゃうな。まあ、リョモ打ちますよ、いしょ。よいしょ。目そらすな。そう、人と話してるときは目そらしちゃダメだよ。ちゃんと目見て会話しないといけない。まずいね、これ E6 つながれる？やめてくれ、やめてくれ。リュウフェリとか E6 来たらゲームセットよ。まあ、でもしょうがないよ、その場合は。対応できないもん、こんなの。これ対応できないかんな。うわ、ティポはもっとやばいやつ来た。もっとやべえやつ来たわ。
もっとやべえやつ来た。まあ、もっとでもないのか。普通にやべえやつ来たな。普通にやべえやつ来た。いや、これどうすればいいん？これどうすればいい？今、角しかなくね？角しかなくね？知らんけど。これ F4 打っても次飛ばねえよな。で、マロニーもないし、まあ、これ 1.9 倍許容して、頑張るしかないね。でも、ランタイとか引いたらワンチャン飛ばせねえから。OK、黒ちゃん、それ耐えれるんちゃいますか？耐えれるんちゃいますか？あー、買い入るけど。OK、耐えれますね。耐えます。ちょ、オーラ引いて、オーラ引いて、マジでダメ。オーラ引く、オーラ引く。そして、アークワンが？アークワンが、OK。アークワンが、アークワンが、アークワンがオッケーする？オッケー、アークワンがオッケーする。あぶねー、ジジ。あの、これルルディオだったらもっと楽かもしれないね。あの、今の右角ルルディオでゲームセットを狙えたんでね、相手マロニー切ったとし。まあ、ワンチャンね、ルルディオでも、これ勝てたっていう感じはするけど、まあ、アークワンのね、活躍見せれたんでオッケー。よし。いやー、このチュポーの上から叩けるのはでかい。いや、でも今のオーラはね、マジでナイス。これオーラ引くしかなかったもんな、今の。まあ、でもって考えると、角打って正解だった説ある。角打って、リョモのバフ残して、まあ、オーラ引いて一撃必殺しかなかったですね。よし。さあ頼む、これでダイマサ戻ろう。もうダイマサ戻させてお願いだから、お願い。俺せめて採点はちゃんと俺ダイマスの状態で来たいよ。ダイマスの状態で採点に臨みたいよ。ダブルスもあるんでね。しかも俺あれだよ、明日ヒカキンさんの方にもね出演するんでね。そう考えるとマジでダイマスぐらいは戻っとかないとねいけない気がする。てか言ってたら、まあ、ダイマスじゃないとどうなんのってなるけど、まあ、俺はダイマスに上がっ、何千回言い過ぎたわ。何回か上がってきたことあるんでね。むちゃっちゃと上がりたいと思います。さあ、千代ちゃん来たね。千代ちゃん。これはもう勝つよ。これ申し訳ないけど、これは俺勝ちたいよ。これ勝ちたい。マジで勝ちたい。ガチで勝とうぜ。ガチで勝とうぜ。これどうすんの？待って。これどうしよう。X 来たでしょ。これ囲っていいんだけども、まあいっかこっちで。うん、ティルト打っちゃうか。このティルトがね、良くもあり悪くもあるみたいなところある。いや、俺たちは今この瞬間ネバギバ絶対に負けねえ。ガチで勝ちに、ガチでガチでガガガガチで勝とうぜ。はい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 、来い。いや、まあこれ多分こっちでいいよね。多分こっちでいい。よいしょ。ハデスとかある？千代。怖いな、ハデス怖いよ。まあでももう俺ハデスの線は切るわ、頭の中で。ハデスのスイッチ切りまーす。さあ、ハデスのスイッチ切りました。もう頭の中でハデススイッチ切ったんで、もう今からしばきたい。オーラ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 引いて、お願い、お願い。オッケー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 。音声認識ランドタイラント、やっぱここで思い出してくれたか。俺とお前はね、前世で、あれなんだよ。契約を結んでるんだよ。ずっとも契約を結んでる。だから、ここで思い出してくれましたね、どうやら。さあ、宮島くんな。やめろ。いや、俺、稲妻イレブンの、おい、稲妻イレブンの話、歌詞、さっき、ガチで勝とうぜ歌ってたら、宮妻イレブン来た。お前、でもこれ、いけんじゃね？言うて。いや、まあ、でも言うていくわ。俺、言うていくよ。言うていっちゃうよ。宮妻イレブン関係ねえ。よし、これで軽く出して。あ、待って、次、エルツドラヘ発動する？ 208 残る、208残るけど、これどうすんの？これどうする？さあ、宮妻イレブンから倒すくるけど、オッケー、L2 発動できるね。7枚かだもんね。8枚いくか。いけるか。よし。で、クロちゃんもあると。終わりはクロちゃん。どうも、宮妻イレブンです。やぶねえ、マジ怖かった。でも、これで、ここで耐えれるの、さすがのデバフだな、その、なんだっけ、ダルタニアン。ダルタニアン、さすがやな。ちょっと待って、もうちょい時間あんな。まだいける。ちょっと待って、これまだいくわ。ここでプラス10ポイントして次負けてもいいようにする。ちょ、行くわ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 。ここ行かないと、ここ行かないとね、あれなんだよ。男がスタル。ここは行くぞ。ダイマス上がったばっかりでちょっとドキドキするけど、これ負けたらダイマス落ちるって考えたら、マジで考えどころではあるけど、まあ、頑張るよ。頑張る頑張る。ガチで勝とうぜよ。っていう曲があるんですよ。いないでこうに。そしたら宮島来たわ。何が来るんだこれ。頼むぞ。ダイマスに入ったから、ちょっと、うわー、マジかよ。今日神対いんのかよ。まあ頑張るよ。はい、オッケー。マジか。ダイマスに上がった瞬間神対にしばかれそうです。草だけど、まあ、デュポン引いてワンチャンしかないですね。よいしょ。まあしばいて、そう、これがねリュフェリーだったらもっと楽にいけたかもしれないけど、まあないものねだりはしょうがない。ないものねだりしてもしょうがないんでね。え、来る。まあ、とりあえずこれ引き見てからだな。よいし
ティルートめっちゃ手駒に来るんだが、これどうする。アークワンここで切るのありなんかな。コンボ2倍出してからみたいなところあるよな。ワンチャンあるな。あるあるわ。コンボ2倍狙うわ。もう俺アークワンで、うん、ある。シールドはもう考えないぞ。うわっ、そんな駒来るなら絶対無理だわ。これ取るしかねえわ、さすがに。それはそんなんここで来る、マジか。あ、待って、マロニーで、マロニーで氷結説か。 E6 マロニー、あれ、まあ、アクア切っちゃった。アクア切っちゃったな。いや、カドマロ、カドマロで打ったら、でも F3 で濁されて無理か。いや、ちょっと動線組みに行くわ。これは動線組みに行こう。いや、アークワン切っちゃったな。そう、アークワンでこれで相手が2枚返ししてきたときに、それ無視して、こういう進行は狙ってたんだけど、まあ、絶対アークワン切ったら失敗だな、これ。ライズでよかったな、ライズでよかった。ライズ持っとくの、ちょっと悠長すぎたかな。で、オッケー、次の弾まだ耐えれると思いたい。で、ここに切、オッケー。いや、でも、ランタイ引いてないな、ランタイ引いてない、ランタイ欲しかった。ランタイ、あ、待って、これ待って、ミスター。お、待って、これミューズ復活するんじゃなかったっけ。あ、復活しないな、びっくりした。いや、これランタイ引いても次飛ばないんだよな。だから2手耐える必要があるんだけど、いや、でも絶対アクアミスター。今のアクア、あー、しかもビナ入ってた。ビナ入ってたー。いや、これは引かれないのを祈りするしかないですね。さあ、引かれないのを祈りするしかなくて、オッケー。あ、待って待って。C6 ティポン、C6 ティポンでワンチャン。さあ、C6 ティポンワンチャン。よいしょ。いや、とはいえ、ちょいしんどいけど、ちょいしんどいけど、こうするしかないですね。こうするしかない。さあ、頼むぞ。次、オーラ引いてワンチャンないか。まあ、頑張るしかない。さあ、これで。なんとかなれ。なんとかなってくれ。なんとかなってくれ。あー、デカか。これ飛ぶか。6%。いや、耐えない耐えない。あ、耐えた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 。ちょ、でもオーラ引いて、いや、オーラ引いても無理か。なんか、全引いていく、全引いていく、全引いて、3枚返しが一番出るよな、これ。オッケー、勝ったんじゃない、勝ったんじゃない、勝ったんじゃない。オッケー、いけ、やー、残念。今 1.9 の2枚のが出たんだっけ。え、そんなこと、あれ 1.7 枚、あ、いや、うん、こっちのが出てるよな、こっちの方が。あー、死んだー。ちょ、もう一回行かして。ちょ、ダイマス戻るわ。あー、いや、でも 1.9 2枚のが出てたんかな。ちょ、待って、今、ちゃんと計算してなかったなー。あー、飛ぶと思っちゃったー。いや、でもね、実際今、あれなんよ。200下がってたんよ、こっちの火力だと。火炎が1枚減るからさ。待てよ。5800で 1.9 倍かけて、600足して。いや、でも飛んでないな、多分。飛んでないよな、F3。飛んでないと思うわ。ちょ、もう一回行かして。いやー、悔しい、今の欲しかったなー。テュポンめっちゃ神気して。テュポンからのジェンイっていう、なんか、アニメだったらこれ絶対勝ちムーブだろ、主人公ムーブみたいなの見せたんだけど、足りませんでしたね。くそー、でもあそこでアクアン切ったの失敗かもなー。アクアン E6、 いや、でも E6 アクアンだったらあれか、コンボ出てねえのか。あー、でもリュウヘリ欲しいわ。こういう時リュウヘリだったら勝ってるもんね。惜しいな。ちょ、もう一回行かして。これでダイマス戻って、まあ、気持ちよく乗りたいと思います。さあ。お、出た！これ！これこれこれ！俺はこれ今日待ってたよ。これが今日ね、全然なかったんだよ。これだよ、これ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 。さあ、坊主めくりよ。速攻流なんて坊主めくりよ。さあ、やっていくぞ。いや、でもさっきのな、そうだな、1.9 倍だとさ、あの、多分1万1700ぐらいしか出てないんだよ。だから、A2 が一番火力出てたんだよ。まあ、しょうがねえか。しょうがねえ。さあ、エルケス X いっちゃうよ。エルケス、ちょっと待って、これ、大将&大将コンビ、マジで痛い。オッケー、これ点結相性いいからね。まあ、勝ちたい。しかもデバフとか多分来ないと思うんでね。オッケーオッケーオッケー、全然いい全然いい全然いい。で、ここ大事、ここ大事です。さあ、頼むぞ、ここ頼む。マジ、なんか言って、なんか言って、お願い。はい、あー、強い強い強い、あくあくあく、オッケー、ワンホールインワン、オッケー、あくまでホールインワンして、さあ、どうだ。ライフバーあるでしょ、ライフバーあるけど、まあ英語来るね、英語来て、まあ、俺はトップゲーするしかないですね。相手も2手で飛ばすの結構しんどいと思うんで、今カリスとか打てないし。オッケー、ゼフキね、ゼフキエル来る。で、はい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 。いや、俺、これ俺のペースよ、俺のペース。で、攻撃、はい。おおおおおおおモルタで駆動、これ勝ちだろ、さ、もうこれくさびきしょ。よいしょ。オッケー、これ勝ったろ、これ勝った、絶対勝った。何引いたら負けんの、これ。何を引いたら負ける。そんな駒もありましたね、そんな駒もありましたね。ちょ、頼む頼む頼む、ジン切った後だけど、いや、これ許されるでしょ。なんか引いて、おーしよ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 し。まあ、ジン切った後ではあるけど、そうだね。まあ、でもティルートとエルケス切った後なんでちょっと怖かったけど、まあ、なんとかなりましたね。よかったー。そんだけでダイマス戻ったんで、あ、ちょうど動画も今20分経ったところなんで、ここで終わりますか。
いやでも難しいですね。普通に、まあ、神谷にはしばかれるし、速攻竜ミラーでも勝てないって感じなんですけど、まあしょうがないか。言うてしゃあないとこある。はい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 。OK。まあそんなわけでね、今日はこの辺で終わります。ちょっと採点もあるんで、よかったら採点楽しみにしててください。あの採点ね、までにこの動画多分上がってると思うんで、多分昼の12時ぐらいに上がってると思うんで、よかったら採点の応援よろし、採点のね、見ましょうみんなで。新着オセロニアもあるんで、新着情報みんなで見てね、盛り上がりましょう。ということで、また次回お会いしましょう。この動画面白かった方は高評価、じゃんにゃ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 に